完全試合を達成した時って井口さんどういう気持ちで見ていたのかなと思って、まあ、するだろうなとは思ってましたけど、はいはい、9回まで本当に投げれるのかどうかっていうのが心配でしたね、はい、佐々木選手の体を気にしてた、はい、おそらく7回で100球超えてれば7回で変わってたでしょうし、はいはい、これ守備も相当緊張しません、ね、まあね、フライ飛んでこないでくれとか思うでしょうね、はい、おそらく1アンダー打たれた時点で帰ってたと思うんで、はい、完投さすとかそういう思いはさらさらなかったんでそれでは続きましてプロ野球スピリッツを井口さんと見ていきます。よろしくお願いしま す。先ほどちょっとパワープロだったんですけど、はい、今回よりこうリアルなゲームなんですけど、2021なんで古い版になってしまうんですけど、なんか選手がプロ野球スピリッツとかやられてるんじゃないかと思うんですけど、ありました、ね、現場でこうゲームやってるみたいな。まあ、キャンプ中とかね、自分が監督中はコロナ禍でなかなか外に出れなかったので、まあ、なんかこう選手の部屋盛り上がってるなって、もう廊下中なんかワイワイ騒いでるなって声聞こえてましたので、もうおそらくみんなでねこういうゲームしてたんでしょうね。もういわゆる本当野球好きですね。現実でも野球やってゲーム、まあ、野球しながらみんな勝負事が大好きですからね、はい、でこのゲームはさっきもパワープロと同様に選手データとか細かく出ているので、その辺のデータを見ながらまずお話を伺えればと思います。でこれ2022年の最終データになってまして、一応さっきと同様ですかね、スタミナがまだそんなにないってところで、うんうん、ちょっとお話あったと思うんですけど、球数制限、イニング制限みたいなことをされてた、ね、去年はですね、去年に関しては130イニングっていうところを目安にやってましたんで、まあスタミナってところでは間違いなくあまりいい方には出てないんですよね、はい、まあローテーション1年目ということもあって、まあ、怪我のリスクも、ある年ではあったので、そこら辺はかなり制限してましたんでね、はい、で他の選手もこんな感じで細かく出てます。沼投手は大舞台に強いみたいな出てます、ね、あそうですね、プレーオフとか特に強いですもんね。そのイメージ強いですね、はい、あとは内角攻めとかですね、うん、内角攻めする人ってそのコントロールの自信があるのと、そのメンタルが強いっていうのは、メンタルが強いんじゃないですか、はい、内角にコースにねしっかり攻められて、みんな投げる人は多いんですけど、メンタル弱いとそれが全部こう当てたくないとかで外に行って打たれることって結構多いですけど、しっかりやっぱインコース投げる投手というのはこうメンタル、まあ、もちろん投げる子の制球力もあると思うんですけど、まあ、メンタルの強さというのもあると思いますね。メンタルってどうやったら鍛えられますか。これ一番難しいんですよね。井口さんメンタルすごい、メンタルトレーナーとかがねチームについてやったりするんですけど、まあ、最終的にメンタルトレーナーが言うのは本人の気持ち次第だよねっていうそこになってしまうので、最終でもやっぱりこう成功してる人はみんなメンタル強いですよ。ピンチをみんなチャンスだと思える人たちばっかりですからね、うん、はい、ちょっと例挙げちゃったんですけど、小野投手のところにこう寸前っていうとかって、勝利を目前すると力を発揮できなくなるみたいなまあ要は5回とか勝ってる、はい、うん、これもう2年前ですもんね。そうですね、2年前、まあ、まあ去年からいいところでね投げれるようになってきて、かなりこの辺は克服できてきてると思いますけど、うん、まあ、そういう感じで言われて楽天からロッテに来ましたけど、うんうん、まあ、ロッテでも何回かこう失敗はありましたけど、うん、まあ、そういうねチャンスの場面でこう投げてるうちに、まあ、だんだんと良くなってきてます、うん、でね、まあ、いずれは抑え候補の選手ですからね、うんうん、はい、環境が変わると気持ちが新たになって活躍できる、環境変わるとやっぱり全然違うと思いますよ、うん、まあ、昨年選手間のドラフトってありましたけど、うん、はい、まあ、あれでねやっぱり活躍してる選手いっぱいいますし、そうです、ね、今までやってた環境をまた変えると新たな気持ちでこうトライできますんでね。イギリスはもう、ダイエー、そしてメジャー、ロッテっていう方で歩きましたけど、はい、やっぱ環境チームごとってだいぶ違う、まあ、チームごとにカラーも違いますし、習慣だったり伝統も全く違うので、うん、そこはこういろんな球団行けていろんなこう感じ取れたんで良かったと思いますよね、はい、それがなんか監督業に来たってことですか。まあ、チームのこう良さだったりこういう伝統があるから勝てないんだなっていうのも分かりましたし、はい、まあ、その辺はね改善するとこは監督期間はしっかりと改善はしましたけどねそれで言うと今年ですかね、メジャーリーグ行かれて、まあ、藤浪晋太郎投手が少し、はい、まあ、今の成績で苦戦気味かなっていうふうに見て取れるんですけど、このデータで、まあ、スタミナすごいありますけど、おそらくこの四球癖がある。そうですね、四球、まあ、レーダー、まあ、同様5年ですかね。ここはメンタルも中もねちょっと自分の中で1回抜けてしまうと次引っ掛けたりっていう、メンタルの安定感ももう
足りないのかなっていうのは思いますよね。はい、球はね本当にいいと思ってますんで、まあ、あと自分のこうメンタル、打者が立つとやっぱ変わってしまうので、常にこう同じ気持ちでランナーいてもデッドボール当ててもインコースに抜けても同じ気持ちでこうしっかりと投げれれば結果はね出せると思うんですけどね、まあ、本人もあの3月にキャンプ行った時に自分インタビューさせてもらったんですけど、はい、トライするっていう気持ちで行ってるんで、はい、まあ、いろんなことにトライしていけばいいと思いますし、当然ね成功しないこともいっぱいあると思いますけど、その中で、ね、得るものもいっぱいあると思いますんでね、まあ、そこをこう糧にこれからちょっと頑張ってほしいなと思いますね。でとメジャー組でいうと吉田正尚選手、こんな感じのデータになってますけど、まあ、ミートもありますしパワーもあるという、で存在感あって固め打ちでアベレージヒッターという感じですけど、うん、井口さんから見てこの選手データいかがですか。いやー、吉田正尚に関してはこれ以上の選手はいないなっていうぐらいいいですよね、はい、日本の中では、うんうん、まあ、本当にアベレージ残せて長打もあってなんか選球眼がいい、うんうん、あの出塁率の高さっていうのはチームの貢献度としてはやっぱ一番ですからね、うん、はい、まあ、今も結構また打率も上がってきてって感じですメジャーで、まあそうですね、向こう行ってちょっと自分のやりたいことをチャレンジしながらなかなかうまくいかなかったりっていうのがあって、また本来のこう自分の形に戻して十何試合連続安打っていうのになってますからね、はいはい、普段通りの吉田正尚に戻ったのかなと思いますよね、はい、ちなみにロッテに井口さんがいるんですけど、対右が A、はい、対左さっき若干って言ってますけど、はい、こっち C になってますね、はい、ポイントをやっぱ近くして打つタイプなので、うん、左ピッチャーだとこう角度がついて詰まってしまうんですよね、右の方がこう逃げる球なのでポイントをこう引きつけられるので、まあ、そういう意味で恐らく右の方が良かったのかなと思いますね。まあ、バントが、まあ、バントなんて急にバント生涯日本だと2回ぐらいしか生涯が、はい、スタイルがこの一発狙いっていうのがあるんですけど読み打ち、もう癖とか結構見てたんで、はい、癖で分かると球種が絞られますし、うん、1個に絞られるとほぼほぼ 7,8 割は打てるんで、はい、7,8 割打てる、はい、調子が長期変動、はい、この晩年はもう夏場以降疲れてるから打てなかったその辺じゃないですか暑くて疲れてる、はい、でですね、一応投手版ですけど大谷翔平さんの、多分これまだ行く前というか、うん、行く直前なんでそんなにあれですけど、球速165キロで、まあ、スタミナもあります、うん、で、まあ、奪三振の球速があってっていうところで、まあもうパワーも S っていういや、これはいいことないんじゃないですかね、まあ、あとアベレージが上がってくればってところだけですよね、はい、まあ、そうですね、高速で弾道が上がって打球速度ってどこに関係するの、打球の速度、打球速度はだいたい150後半になるって角度がついてくるとホームランになるって言われてるんですよね、はい、もう今180近くの打球スピードありますから、はい、角度さえつけばだいたいホームランになるっていう感じですよね。じゃあ例えばまだホームランがそんなに多くない選手でも打球速度があるとその素質がある可能性はあるということですよね、はい、だいたい160超えると角度つけば必ずホームランになるって言われてますからね、はいはいはい、でですね、このプロ野球速報プレイって言って、うん、現実のプロ野球と完全連動してその日の試合の場面を再現できるっていうものがあります。で佐々木朗希投手ですね、これです、うん、その日の名場面をこう配信してそれを自分でプレイできるっていうのがあるんですけど、はい、うん、完全試合を達成した時って井口さんどういう気持ちで見ていたのかなと思って。僕は基本的には100球っていうのが昨年の場合決められてたので、うん、とにかく100球を超えないようにピッチングしてくれっていう、うんうん、それだけでしたね。あんまりノーヒットノーランとか、うん、完全試合とか全然頭なかったです。まあ、するだろうなとは思ってましたけど、はいはい、9回まで本当に投げれるのかどうかっていうのが心配でしたね、はい、佐々木選手の体を引きにして、はい、おそらく7回で100球超えてれば7回で変わってたでしょうし、はいはい、そういう、こうチームとしてのプランがあったので、はい、この日って何が一番すごかったんですか。基本的にはもうどん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 ストライク投げていってストライク先行で組み立てていけたってことがこの日は良かったですよね、うん、今年に関してはコントロールがもう非常に良くなってて、昨年に関してはもう結構まだ球がこうバラバラの日っていうのがあったので、まあ、そういうのがこの日はなかったんですよね。どんどんこう真っすぐで投げ込んでってファールを打たせながらストライクを稼いでっていう、もう本当に自分優位なカウントに全てが進んでいったので、はい、球数も基本的にはこう少なく進んだっていう日でしたね。確かに8回で投球数が85球、はい、打算し15だからこうもしかしたら8回で終わるかなっていう思いで、はい、この回も見てたと思います。でこれが実際のゲーム画面なんですけど、打者の構えも含めこの投球フォームなんですけど、
確かにこれプレイしても緊張しますね普通にマリンって風が強いじゃないですか、はい、このストレートの後押しになったりってあるんですか。ストレートは本当に回転数の人だったらホップしていく感じになるんですよね、はい、キャッチャーからピッチャーの方にグラウンド上は吹いてるんですよ。上は逆なんですけど、はい、グラウンド上はホームからピッチャーに吹いてるんで、フォークとかもやっぱ風を受けるんでかなり落ちやすくなるんですよね、はい、ピッチャー有利に働きますよ、まあ、この球場は。この日もじゃあそういうのはあったんですかね。そこどう風どれぐらい吹いたんですかねこの日ね。でもロッキーに関してはあんまり風関係なかったと思います、ね、関係ないですか、はい、これ守備も相当緊張しませんね。まあね、フライ飛んでこないでくれとか思うでしょうね完全試合ですからね、エラーもできないですからね、うん、フォークもねこうワンバンで松川も反らせないですし、一応ああやって赤く記されてるところが得意ゾーンなんですよ、うん、渡辺選手のこういうのもデータ化して、さっき言ったマスで苦手得意っていうのはチームで見られてるっていう状況です、うん、そうですね、データとしては出てますからね。それ回ごとに確認し合うみたいなことなんですか。試合前ミーティングをやってると思うんですけど、多分イニングの間はキャッチャーとピッチャーで次の先頭どっから入ろうかとか、うん、そういう話をしてると思うんですよね。あと1回なんでちょっと完全試合達成したいと思います。むしろその次の試合の方がいいピッチングしたんです、ね、次もいいピッチングしてたけど点とか取れなかったんですね。あれはもう変えやすかったです、状況的に。まあ僕も2試合連続は見たかったですけどね、うん、7回終わった時点だったから、まあ、ロッキーとしてもちょっと肘が張ってきてるっていう話はしてて、まあ、いけてももう1イニングっていう話はしてたので、はいはい、完全試合の時のベンチのムードってどうだったんですか。8回終わった後とかもういけるぞみたいな感じだったんですか。まあいけるぞの方が強かったと思いますけどね。あ、本当ですか。誰が見てもいけるかもありましたけど、うん、私もなんか打てないんじゃない、まあ、でもただそのこちらとしては次のピッチャーをちゃんと用意しとかなくちゃいけないので、うん、ロッキーがいつねこうどうなるか分かんないし、うん、おそらく1アンダー打たれた時点で帰ってたと思うんで、はい、完投さすとかそういう思いはさらさらなかったんで、はい、いや確かにこれもう9回ですけど、あ、すいません打たれました完全試合難しいですね。ミッション失敗しました。達成しろ失敗なんで、すいません僕ここで達成する予定だったんですけどなんか覚えてるんですか試合って、監督の方って。まあ覚えてますよ、まあ、僕どっちかっていうと全て自分自身も映像で覚えてるタイプなんで、はい、大体どこの打席で誰からどう打ったとか。あ、そうなんですか、はい、その代わり名前は一切覚えられないこの辺適当に選んだら、あ、この試合ねって覚えてるタイプですか。この映像でマッチするかどうかわからないです、まあ、そうですよね、そうですよねちょっと1個だけ見てみますか。まあ、私こういう初回でノーアウト満塁とか、監督としてはどういう気持ちですか。まあロメロ初回の針悪いですからね大体ピンチ作って自分で抑えて、まあ初回をこう簡単に乗り切ればどんどんすんなりいくピッチャーなんですけどね、うん、続いてちょっと球団の話をしようかなと思います、はい、このペナントレースモードっていって、まあ、監督とか選手になって、まあ、リーグ優勝とか日本一を目指すっていうゲームで、選手を育成したり、まあ、選手を起用したりとかっていうのをしながら、はい、うん、まあ、もちろん自分でもプレーできます。ドラフト会議があったりとか、はい、編成をこうしたりとかっていうのもあるんで、うん、まあ、ちょっとそのあたり軽くお聞かせてほしいなとっていう感じで、まずスタッフの変更とかあります、はい、特殊スキルを持っています、うん、でこれ井口監督なんですけど、年俸とか出ちゃってますけど、これは多分違う年俸だと思うんで違いますで一応こう能力とかがあって、まあ、怪我対戦とか、まあ、スキルの説明で言うと選手が怪我をしにくくなるっていう、あ、はい、さっき話通ずるかもしれない佐々木朗希選手にもそうやって、まあ、むしろ完全試合とかよりも球数とか、はい、まあ、体を意識してってことだったと思うんですけど、うん、そのあたりかなり意識されてたってことですか。そうですね、まあ、チームとしてこうトレーナーがしっかりとこう選手を管理できる体制で、まあ、大学病院と提携したりして怪我をどれだけ減らすかっていうのを球団としてやってたんで、あと1年間通して走行距離とかも全部測って、ここまで来ると肉離れするとか、こういうのがデータが全部この何年かで出るようになってきて、その中でそこを超えないように練習量を減らしたりとか、まあ、選手個々によってみんなそういうのを変えていったんですよね。まあ、当然出てる選手と出てない選手の練習量を変えなくちゃいけないので、はい、まあ、出てない選手に対してはもう少しこう強めのアプローチをしたりとかっていう、はい、まあ、そういうトレーニングはずっとこの何年間かしてきましたね。じゃあ怪我体制のところは結構間違ってます。でもここは重視してましたね、はい、小野投手講師は打たれ強さ、なんだろう打たれてもこう負けないみたいな、メンタルが強い、メンタルが強い。で福浦さんが流し打ちがあって、走塁、大塚さんも怪我のしにくさっていう感じの編成になって、うん、一応編成は変えられたりするんですけど、はい、このままでいきます。
で、まあ、1軍登録とか投手登録とか2軍選手とかからも選べまして、うん、2軍選手を1軍に上げるっていうところって、はい、あそこは監督権限なんですか、その編成っていうんですか。ここに関しては現場ですね。現場、はい、ただ各担当コーチは1、2軍としっかり連携取ってますし、自分も2軍監督とほぼほぼしっかりと連絡取って、最終的には上げたい選手を2軍監督に振って、はい、で2軍監督はコーチからの推薦と2軍監督の判断でこちらに最終 OK を出すっていう、はいはい、そういう感じでしたね。そういう役割なんですね、はい、でこんな感じでペナントが開幕します。でこんな感じで日本トレードマンですね。トレードもあります。で契約金の年俸が必要です。球団資金を使います。でこんな感じで観客動員率に記載された金額が手に入ります。結構細かいですよ、こうやって10億円ですって言われちゃう最初10億円。どうですかこれソフトバンクだと一人ちょっとで終わっちゃいます、ね、千葉ロッテトレードをしていたなっていうイメージもあったので、うん、この7年そうですね、トレードを積極的にやってきましたね、はい、トレード誰がこう決められるのか、監督がこういう選手欲しいって言ったら編成チームがこう決めていく。基本的には監督と球団本部長とで、体内ポジションを補強したいということで話して、はい、まあ、そこから編成に話がいって、で編成がある程度こういう選手がいるみたいな、監督からしたら結構個人名出してこの選手欲しいっていうのは言うんですけど、先方がねどういう形になってるか分からないので、はい、その選手プラスそれと同じような選手を編成が見つけてきて投げてくるって感じですかね、はい、ちなみに言えるんですか、その誰が欲しかったっていう選手は。それは言えないですはい、例えばですけど、はい、本当に例えばですけど、例えばホークスで、はい、それ欲しい選手いっぱいいますよそれ、ね、年俸と見合うか、まあ、トレードはこちらの選手も出さなくちゃいけないので、はい、先方が欲しい選手とその選手が見合うかどうかっていうのもあるので、そこが一番ネックになっているところ、まあ、そうですよね、はい、そこがこう釣りが合わないとやっぱりなかなか成立しないので、僕らとか例えば柳田選手とか欲しいって思って獲得するよりも何年か計画をやっぱゲーム中もするので、はいはい、若い選手を、はい、狙いに行きたい気持ちがあるんですけど、若い選手の方がなかなか成立しづらいとかっていう、その年齢によってはあったりはするんですかね。いや若い選手の方が意外とトレードやりやすいんじゃないですかね。あ、そうなんですか。チームとしてはですね、はい、やっぱりこう球団の顔になっている選手っていうのはなかなか出せないですし、はい、年俸もネックになってくるので、はい、一応、まあでね、球団の予算って決まってるので10億円ですって、シーズン中のトレードってやはり ね金額の高い人ってなかなかできないんですよね。大体お互い同じような年俸同士でこうトレードになったりとかするので、トレードも最終的に相手の監督もうんって言わないとならないので、実際に編成同士がやってても監督が嫌だっつったら成立しないので、最近は監督同士で結構話してることが多いです。それをお互いに編成に投げてトレード成立っていう方が今は多いかもしれないですね。あの一軍選手のトレードに関しては。ちなみに新外国人選手の補強とかってこれは、まあ、外国人は一番こう明確で、例えばパワーヒッターが欲しいとか、ここのポジションが、でも特にシーズン中だとピッチャーですよね、はい、あの中継ぎが一人足んないとか、はい、いう時にやっぱり外国人の枠で入れてくるってことが多いですよね、はい、キャンプ前に決まる外国人もいるんですけど、はい、そのアメリカのキャンプ中に招待選手とかで漏れていく選手がいっぱいいるじゃないですか、はいはいはい、まあ、そういう意味では3月だったり4月そのメジャーに入れなかった選手を引っ張れる、まあ、そこそこ実績のある投手っていうところで、まあ、ピッチャーの枠は結構開けてることが多いですよね。あ、ピッチャーの方がやっぱ開けてる、ピッチャーの方が足りない時にポンと入れやすいっていうのがありますね、はい、なかなかトレードって決まりづらいので、はい、結構時間かかるんで、はい、トレード期限の大体前ぐらいにポポンと決まってくるんで、はい、日本人に関しては、はい、そこまでなかなか待てないですかね、はい、そこで待ってしまうと大体チームのこうその年の順位って決まってしまうので、大体4月5月に、まあ、怪我人が出たりとか、はい、チーム編成上ちょっと足りないところが、まあ、大きく出てくると大体そこに外国人が出てくるってことが多いですね、うんうん、なるほど。でちょっと最後に対戦というところがあって、ここで井口さんと大谷翔平と戦わせたらどうなるかなって、はい、ちょっと見てみようと思って、はい、でも1打席で勝負だと不利ですよね。まあ、まあそうでしょうねやりますよやってくれますかね。いや、わかります。こんな感じですね。すごい、似てるな。似てますか。似てる。あ、まずいです。ロメロ投手で初回、もしかしたら長いなこれ近藤選手って今これはちょっと日ハムの時代ですけども、監督としてこの打者って嫌でしたか。いや、嫌ですよ
近藤と増田が本当に嫌でしたね。本当ですか。打ち取る球がないんですもんね。どこでも打ってきそうな。どこでも打つし、球数投げさすし、空振りしないし、うん、そういうバッターの方が嫌ですか。なんかことが起きるじゃないですか、はいはい、うん、必ず出塁してるとか、必ず何かこうバットに当てたりするので、はい、ことが起こっちゃうから。お、素晴らしい立ち上がりですよ。まあ、見たことないさあここで大谷さんが出てきました。実際大谷さんと対戦するとしたら、まあ、イエスさん狙って打つみたいな話があったと思うんですけど、決め、まあ、当時はまっすぐフォークばっかりだったんで、うん、まあ、基本的にはまっすぐ狙いで打ってましたよね、はいはい、そうです、まあ、対戦成績ありますもんね、まあ、大谷選手も背が結構大きいから。いや、でかいですよ。めちゃくちゃ近く見えますね。そうですよね。160ネクスト、二口さんがいます。こうネクストの時って結構タイミングを測ってるんですか。基本的にはタイミングですね。ずっとピッチャーのタイミングを合わせてる。さあ井口さん来ましたストレートを狙うって感じですね。おっ、カーブ、うん、それは振らないな多分なんか変化球来てますね。さあ次ぐらいまっすぐだろ。お、ストレート読んでます。違うな。お、ストレートでしたね。160読み合ってましたけど、次もストレート待ちますか。お、外まっすぐですね。すごい当たってる。さあ3ボール1ボール。一緒だ、外まっすぐ。お、外まっすぐ。スライダーこれ打たないですか。これ打たないですか。フォーク三振じゃねえかこれフォークきますかね。さあ、右でしたよ。あ、おお、らしいヒットで素晴らしい、勝ちましたね。これらしいね。よっしゃやった、勝ったっていう感じの打席でした。いや、素晴らしい、らしいヒットで。よかった。今日のワスポで言おう。大谷が打ちましたよ。